皆さんこんにちは。原点ゴルフコーチのゆきたです。今日は冬場にぴったりのアプローチをご紹介します。さあ、こういう場面ですね。ちょっとグリーンを奥に外してしまいまして、エッジまで少し距離があります。パターでも打てるんですが、ここからアプローチで寄せたい場面です。ここからですね、ダフリとかトップが出てしまうとすごくショックです。それを防ぐためのアプローチをご紹介します。これを使います。ユーティリティです。このクラブはですね、通常のウェッジに比べましてこのソールの部分が広くなっております。で、ここを使うことによって、ダフリやトップなどの大きいミスを防ぐことができます。打ち方は簡単です。まずグリップを短く持ちますね。シャフトのところに手がかかってしまっても大丈夫です。そしてこのグリップができましたら、左腰の横にシャフトを外して構いません。短く握るのでお腹にこのヘッドが当たってしまったりしますので、ちょっと短く握ります。そして横に外すとですね、フェースは右の方を向いてしまいますので、スタンスをちょっとオープンにして構えます。